第三展望台から10分ほど、木々に囲まれた気持ちの良い曲線道路をしばらく走ります。すると後サネプリ伊王さんが現れます。北海道の東部弟子鹿にあります。人のにぎわう無人駅をご紹介します。網走間を結ぶ釧網本線、1日に5往復する路線にある無人駅です。1930年に開業され、1995年3月に無人化されました。網走発釧路行き川湯温泉駅、12時発の快速知床摩周号の到着です。知床社井駅、川湯温泉駅、摩周駅、釧路湿原駅など観光地に停車します。快速列車は1日1往復運行されていて、網走釧路間を3時間で結んでいます。列車での旅もいいですよね。列車は1時間30分かけて釧路に向かいます。この駅から川湯温泉までは車で5分、伊王山までは3分で着くことができます。構内には足湯があるんです。ログハウス調の造りで、泉質は中性でナトリウム、炭酸水素塩などです。こっちは結構。
少し勉強したりして。アトサヌプリ、美容さんに向かいます。